モルヒネは、ベンジルイソキノリン型アルカロイドの一種で、チロシンから生合成されるオピオイド系の化合物で、ある。消しを原料とする。脳内や脊髄に作用し、痛みを脳に伝える神経の活動を抑制し、鎮痛作用を示す。極めて強力な鎮痛作用を持ち、日本では、薬規法に定められた、重要な処方箋医薬品である。 特に持続する鈍痛に効果が高く、一般的な鎮痛薬が効きにくい内臓痛をはじめ、各種眼痛や手術後にも適用する。有効限界がないのも特徴で、より強い痛みに対しては容量を増やすことによる対応が可能である。その一方で適切に使わねば強い中毒性、常習性を持つため、毒薬、麻薬として規制されている。医療用途においては、 麻薬使用者免許を取得した医師の処方で、麻薬使用者免許を取得した薬剤師によって、医師が病院での手術によって起こる痛みを止めるための麻酔や診療での眼性疼痛や、胃系錬をはじめ各種の疾病に対して、及び麻酔科外来や麻酔科ペインクリニック、ペインクリニック内科等の名称で痛みに特化した診療を行うものとして、 神経性疾病や外傷による強い慢性疼痛を治療緩和する目的で、モルヒネが使用される。モルフィン、モヒとも呼ぶ。薬剤の材形としては、錠剤、散剤、液剤、座剤、注射剤があり、それぞれ実情に応じて使用される。味は苦い。同種のコデインは、麻薬使用者免許のない医師でも処方でき、咳止めとして普通に処方される。また、 咳止めシロップ薬等にも低濃度のコデインが含まれているが指定第二類薬品のため処方箋なしに薬局で購入、服用できる唯一のオピオイド薬である。風邪をひいた際に飲む咳止めに含まれるので多数の国民が服用経験があると考えられる。慢性疼痛患者に処方投与する場合、その患者に対してどういった 鎮痛薬を用いるのが適切かを確かめるために、医師は、ドラッグチャレンジテストを実施することがある。これは、麻薬であるオピオイドを含め各種の鎮痛薬を、患者には、何の医薬品を使用しているかを知らせずに投与して、患者自身による、痛みの評価尺度である場や、NRS などを参考にしながら適切な薬品の、種類を決める方法である。 この結果、モルヒネが効く場合に初めてモルヒネの処方を開始し、場や NRS などに応じて最適な容量を決定していく。むやみやたらに処方、また増量することはない。モルヒネは、オピオイド神経を興奮させ、下行性疼痛制御により、侵害受容器で発生した、興奮の伝達を遮断し、上行性疼痛伝達を止めることにより、中枢鎮痛作用を示す。 モルヒネの副作用には、薬物依存性、耐性のほか悪心応答、血圧低下、便秘、眠気、呼吸抑制がある。便秘の発現が98%、悪心応答は40%、50%の症例で見られる。眠気は、モルヒネとおよかしから7日の間で頻繁に見られ、時間経過とともに改善することがほとんどである。 延基性であることから乳汁中,中に濃縮されやすく、乳汁中,中に排泄され、乳児に影響を及ぼすことがある。毒として見た場合、非常に強い塩酸モルヒネを例にとると、人の LD50、120から 500mg、キログラム。マウスヒカ中 456mg、キログラム。マウス常中 258mg、キログラム。乳児。 小児では感受性が高い。数量にすると、人に対し6から 25g であり、数分から2時間程度で死亡する。国際的には、麻薬に関する単一条約の、スケジュール I に指定されている。1804年、ドイツの薬剤師、フリードリヒ・ゼルチュルナーにより、初めて分離される。ゼルチュルナーは、この薬が、 夢のように痛みを取り除いてくれるということから、ギリシア神話に登場する夢の神、モルペウスにちなんで、モルフィウムと名付け、紅葉の研究、宣伝にあたった。1805年には、鎮静催眠薬として、精神医学にも導入された。しかし、1853年の皮下注射針の開発までは、モルヒネは普及しなかった。神痛のために用いられ、また、 アヘにアルコールの中毒の治療として用いられた。南北戦争では、モルヒネは広く使用され、軍人病による40万人を超える被害者を生み出した。また、不屈戦争において、同様のことが、西洋で起こった。モルヒネの依存症を克服する目的で、モルヒネを原料とするヘロインが1898年に発売された。ありがとうございます。